雪の女王ある日、悪魔は魔法の鏡を作りました。その鏡に映るものは、美しいものは醜く、醜いものは美しくなります。悪魔は、これは本当の姿を見せる鏡です。と言ってみんなに見せました。見た人の反応が面白かったですから、悪魔はその鏡を天国へ持っていきました。どんどん高くいくと、鏡はどんどん醜いものを映します。悪魔はそれを見て笑って笑って笑いました。それで鏡は悪魔の手から滑り落ちました。鏡は何千万、何億万のかけらになって飛び散りました。このかけらが目に入ると、美しいものは醜く、醜いものは美しく見えました。心臓に入ると、性格が変わりました。混乱した世界を見て、悪魔はもっと笑いました。ある貧しい町に、男の子と女の子が住んでいました。女の子の名前はゲルダ、男の子の名前はケイです。ゲルダとケイの家は隣同士で、家の間にはバラの木がたくさんありました。二人はいつも一緒に遊びました。ある冬の日、たくさん雪が降っていました。K のおばあさんは二人に雪の女王の話をしました。雪の女王は北の国に住んでいます。毎晩世界中を飛んで窓から家の中を覗きます。僕、雪の女王を捕まえてストーブの上に乗せたい。女王は溶けて水になるよ。とカイは笑いました。その晩、カイが窓の外を見ると、きれいな女の人がいました。白い氷の服を着ています。その女の人はカイに手招きしました。カイはびっくりしてカーテンを閉めました。次の日、いい天気でしたから、ゲルダとカイは屋根の上で遊びました。急にカイは目を押さえて言いました。目に何か入った。胸にも何か刺さったよ。ゲルダはカイの目をよく見ました。何もないよ、カイ。それは悪魔の鏡のかけらでした。その日からカイはいろいろな人の悪口を言ったり、花をちぎったり、ゲルダやおばあさんに意地悪をしたりしました。白くて大きいソリが町の広場に来たとき、カイは一人で遊んでいました。カイはその大きいソリの後ろに自分の小さいソリをこっそりつなげて一緒に滑って遊びました。大きいソリはだんだん速くなりました。カイは自分のソリを外すことができなくなりました。そしてそのまま大きいソリと一緒に遠い遠い氷の城へ行きました。大きいソリに乗っていた人は雪の女王でした。氷の城はとても寒いところです。でも女王が貝の額にキスをすると、寒いこともゲルダのことも貝は全部忘れました。貝が帰りませんでしたから、町の人たちは貝は川で溺れたと思いました。ゲルダは川へ行きました。川さん、私の新しい靴をあげます。貝を返してください。ゲルダは靴を川に投げました。しかし、波が靴をゲルダに返しました。どうして？もっと遠くへ投げなければ。ゲルダは小舟に乗って、川の深いところへ行きました。しかし、小舟はそこで止まりませんでした。岸を離れて、どんどん進みました。この川が貝のところへ案内してくれるかもしれない、とゲルダは思いました。しばらく進むと、小舟は小さい家の前で止まりました。きれいな花園があります。年を取った女の人がいました。大きい帽子をかぶっています。その帽子にはいろいろな花の絵がありました。かわいい女の子、あなた、名前は？どうしてここへ？女の人は聞きました。ゲルダは今までのことを話しました。残念ですが、私はその男の子を見ませんでした。でも、これからここを通るかもしれません。ここで私と一緒に待ちませんか？さあ、果物を食べてください。おいしいですよ。ゲルダは果物を食べました。かわいいゲルダ、私はずっとかわいい女の子と一緒に住みたいと思っていました。女の人は櫛でゲルダの髪をなでました。ゲルダはここへ来た理由も貝のことも全部忘れました。女の人は魔女でした。ゲルダが遊んでいるとき、魔女は花園のバラを全部土の中に消しました。ゲルダがバラを見ると、貝のことを思い出すかもしれませんから。ゲルダはぼんやりと花園を見ました。とてもきれい。でも何かが足りない。ゲルダは考えました。それから魔女を見ました。大きい帽子の絵の中にバラがあります。それを見るとゲルダはここへ来た理由も貝のことも全部思い出しました。するとすぐにたくさんのバラが土の中から現れました。バラは言いました。死んだ人はみんな土の下の世界へ行きます。でも私たちは土の下で貝ちゃんを見ませんでしたよ。あの男の子かもしれない。木の上でカラスが言いました。最近、賢い王女が賢い男の子と結婚しました。その男の子が貝ちゃんかもしれない。きっとそうよ。貝は賢いから。ゲルダはカラスと一緒に城へ行きました。そして王子と王女の寝室に忍び込みました。貝、私よ。ゲルダは王子を起こしました。でもよく似ていましたが、王子は貝じゃありませんでした。王子と王女は目を覚ましました。ゲルダは泣きました。それから今までのことを話しました。王子と王女は言いました。泣かないでください。私たちは怒りませんよ。でも二度と王宮に忍び込まないでくださいね。それからゲルダに上等な服と地図と馬車をあげました。ゲルダはその馬車に乗って貝を探しに行きました。暗い森に山賊がいました。ゲルダは上等な服を着て上等な馬車に乗っていましたから、山賊はゲルダの馬車を止めました。山賊の女が言いました。おいしそうな女の子だ。すぐ料理しましょう。痛い！後ろにいた娘が女の耳を噛みました。母さん、この子を食べないで。この子はあたしの友達になるよ。あたしと一緒に寝て、あたしと一緒に遊ぶ。山賊たちはゲルダも馬車も全部娘にあげました。ゲルダは娘にお礼を言って、今までのことを話しました。娘の部屋に行くと、トナカイがいました。娘は鋭いナイフでトナカイの首をなでました。このトナカイはね、あたしの友達だよ。毎晩こうして脅さないとすぐ逃げるけどね。震えているトナカイを見て娘は笑いました。ベッドに入ると娘は左手をゲルダの首にかけて右手でナイフを持って寝ました。ゲルダは全然寝ることができませんでした。次の日、森の鳩がゲルダに言いました。私たちは貝を見たよ。雪の女王のソリに乗って森の上を通ったよ。女王のソリは北へ行ったよ。それを聞いてトナカイが言いました。雪の女王は私の故郷に住んでいます。とてもきれいなところですよ。山賊の娘はそれを聞いて言いました。じゃあトナカイ、お前はゲルダを案内して雪の女王のところへ連れて行ったらいい。ゲルダとトナカイは喜びました。山賊の娘はパンとハムをくれました。トナカイは一生懸命走りました。見てください、ゲルダさん、オーロラです。懐かしい。とても寒かったですが、景色はとてもきれいでした。何日も何日も走って、ようやくトナカイとゲルダは北の国に着きました。トナカイは小さい家の前で泊まりました。女の人がいて魚を焼いています。ゲルダは今までのことをその人に話しました。まだまだ北へ行かなければなりませんね。もっと北の国にいる私の友達に手紙を書いてあげましょう。女の人はそう言って、干し魚に手紙を書いてゲルダにあげました。トナカイとゲルダはもっと北の国へ行って干し魚をくれた人の友達を見つけました。その人はもらった干し魚の手紙を読むとそれを料理してゲルダにあげました。カイという男の子は確かに雪の女王のお城にいますよ。とその女の人は言いました。でもその子の目と心臓に魔法の鏡のかけらがありますから、それを取らなければなりません。かけらを取らなかったら何をしても無駄です。トナカイが聞きました。じゃあ何かいい魔法はありませんか？私の魔法よりゲルダ、あなたの力の方が強いです。わかりますか？今まであなたに会った人や動物がみんな助けてくれたでしょう？それがあなたの力です。あなたはその力で男の子の中のかけらを取らなければなりません。さあ、トナカイさん、ゲルダをお城の近くへ連れて行ってください。トナカイはすぐにゲルダを城の近くへ連れて行きました。そこからゲルダは一人で城へ向かいました。雪の大群が城から来ました。雪が次から次へと兵士の姿になってゲルダを襲いました。ゲルダは主の祈りを唱えました。ゲルダの白い息は次から次へと天使になりました。天使たちは雪の大群を倒しました。天使たちがゲルダを守りましたから、もうあまり寒くないです。ゲルダは城へ急ぎました。雪の女王の城は部屋がたくさんありましたが、楽しいことは何もありませんでした。大広間の真ん中に湖がありました。カイは湖の近くに座って氷で遊んでいました。氷を組み合わせて何か言葉を作りたいですが、どうしても上手にできません。カイが作りたい言葉は永遠です。女王は言いました。カイ、もしその言葉を作ることができたら、あなたは自由になりますよ。でも無理ですね。さあ、私は暖かい国を見に行きましょう。女王は出かけました。カイは一人で考えていました。ずっと動きませんでした。その時、ゲルダは大きい門を通って大広間に入ってカイを見つけました。カイはゲルダを忘れていましたが、ゲルダはカイを覚えていました。カイ、とうとう見つけた。ゲルダは冷たいカイの体を抱きしめて泣きました。その涙がカイの胸に落ちました。そして心臓まで染みましたから、鏡のかけらは溶けました。突然、カイは泣きました。とてもひどく泣きましたから、目から鏡のかけらが出ました。それで、カイはゲルダを思い出しました。ゲルダ、ゲルダ、今までどこにいたの？あれ？ここはどこだろう？カイは大広間を見てブルブルと震えました。ここはとても寒い。早く家へ帰りましょう。ゲルダは喜んで泣いたり笑ったりしました。氷たちもうれしくなって踊りました。そして自分たちで永遠の文字になりました。雪の女王はこの言葉を作ることができたらカイは自由になると言いました。カイは自由になりました。二人が城を出るとトナカイが待っていました。助けてくれた女たちはカイと一緒にいるゲルダを見てとても喜びました。家へ帰る途中、山賊の娘にも会いました。ゲルダとカイは今までのことを全部話しました。いろいろあったけどうまくいってよかったね。私はうちが嫌になったから世界を旅行しているよ。王子様と王女様も外国へ行った。3人はまた会いましょうと約束して別れました。ゲルダとカイは自分たちの町へ帰りました。懐かしい鐘の音がして懐かしい塔を見ました。2人はおばあさんの家へ行きました。カチカチと時計が鳴っています。子供用の椅子に座ったとき、2人は気がつきました。2人とも家を出たときよりずっと大人になっていました。季節はもう夏でした。